まあ、こう試合で、まあ、ミスがあって、まあ、自分の中でやっぱああいうミスをどうすれば、まあ、防げるかなっていう部分で、こう自分なりにいろいろどういう練習をしたら、回避できるかなとか、でもやっぱりやるのは選手ですから、はい、だからその中で選手がいやこうしようやとか、自分らはこうした方がとか、はい、だからやっぱその世代その世代で考えも違えば行動も違いますし、はい、まあ、その中でいろんなケースが生まれてくるというか、あ、自分はこうしよう、こういうふうに伝えてこう防ごうっていう部分が、まあ、選手発信で、まあ、違う視点から、はい、違う意見が出たりとか、はい、まあ、それをこう取り入れてるうちに、まあ、自分の引き出しになっていくというか、あ、なるほどですね、あ、まあ、結構じゃあ選手がこうきっかけで、まあ、いろいろ考える機会が増えたみたいなところ、ね、だから、まあ、正式に言うと、まあ、2013年から、はい、あの指導者一コーチとして、ね、はい、やらせていただいてるんで、まあ、そういう部分から、ね、あの携わってきた選手たちに、まあ、指導力を磨いてもらってるかなっていうか、なるほどですね、まあ、積み重ねた部分が大きいですね。なるほどですね、まあ、指導者が楽しくって言ったらあれですけど、はい、やっぱりあの中学生ってすごい敏感な部分はすごい敏感なので、はい、まあ、こちら側が、ね、楽しく接しないとやっぱり伝染してしまうというか、なるほど、まあ、もう基本楽しくでいいんじゃないかなっていうのはあるんですけど、なるほどなるほど、高校生になるとね、はい、やっぱり自主性が生まれると思うんですけどね、はい、やっぱり中学生の間は自主性ってなってもやっぱり自分勝手というかね、あ、なるほどですね、そこのメリハリっていうのはすごい、まあ、今後の課題ですかね、はい、指導していくにあたって、はい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 、ただ本当に、まあ、うちのチームはあのまあ、塾優先というか、はい、もう勉強優先っていう部分形も取ってますし、まあ、野球より、まあ、当たり前なんですけど、はい、土曜授業があれば、はい、土曜授業行きなさいよっていう、まあ、それがたとえね公式戦で あってもね、はい、まあ、土曜授業を優先する時っていうかね、優先するんであれば全然、まあ、そっちが、優先で、はい、これちなみにその平日も練習があるじゃないですか、はいはい、でそういう平日塾行ってる方もいる、あ、行ってます行ってます、だから毎週、木曜日は塾なんでっていうかもう、はいはいはい、もう全然行ってます、はい、ああそうですか、だから川木塾なんで金曜日しか来れませんとか、あ、もうそれでも全然 OK、 もう全然うちは、はい、もうその来た時に一生懸命しっかりやりなさいで、はいはい、野球はもう来た時しっかりやれば、はい、試合も、もうみんな平等にというか、はいはい、科目軸で来てないから出れないですよっていうルールもないし、なるほどですね、まあ、そうなるとやっぱ選手も行きやすいですよね、なんかそうです ね、 塾とかただね、やっぱり1年経てば、2年生になり、はい、3年生になりっていう時にまあ、諦める選手もちらほら、あ、なるほど、やっぱり川木いけてないから力ついてないですとか、まあ、それを理由にしちゃうとダメだよというか、はい、まあ、度が過ぎない程度に楽しく、はい、まあ、練習も取り入れなさいっていう形で、まあ、基本今自主練っていう、全体練習終わってからまあ、30分から50分ぐらい自主練っていう扱いで時間を設けてるんで、まあ、個人練習みたいな、そうですね、まあ、その中でいろいろね何人かでこう羽打ちっていう、はいはいはい、まあ、遊びの延長やなっていうところも
見受けられるんですけど、まあ、それはそれで OK かなというか、なるほど、はい、まあ、その中で何か彼らが得るものがあれば、はい、あ、いいかなっていう、まあ、基本は野球の話はこちらからはそんなにしない、しないんですか。どちらかというと学校生活、学校で、まあ、プライベートで、はい、うん、あの、うん、どういう、うん、自主トレっていうかね、自分で体幹とか、はい、まあ、毎日どれぐらい素振りしとるとか、はい、走っとるとか、はいはいはい、まあ、本当に、うん、些細なことというか、うん、なるほど、もう日常の話を。そうですね、技術的なことはやっぱり2年の2年生になって3年生になってぐらいからやっぱりこういう部分を直したりとか、はい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 、こういうふうに、まあね、ボールを扱いたいとか、はい、まあ、個人的にね、まあ、そういうことをね、あの、聞かれるとっていうか、ね、はい、尋ねてきたら、まあ、答えるっていう、アドバイスするっていうかね、はい、なるほど、まあ、基本はやっぱりアドバイスサポートするっていう形が多いですかね。あ、なるほどですね。指導するっていうよりかはね、はい、なるほど、スタンス的にはもうそういう、そうですね、で、まあ、指導っていうくくりで言うと、はい、まあ、各指導者さんに、はい、まあ、あの、現役だった時のポジションで、まあ、ピッチャーの方、キャッチャーの方、はいはい、で、内野の方、外野の方っていう、あの、指導者さんに、まあ、そういう技術面とか、はい、あの、まあ、じっくり、じゃあ任してる部分、まあ、裁量を持って、そうですね、任してる部分っていうかね、まあ、あの、随時で、ね、指導者さんが、はい、毎週毎週、ね、来れることもないん で、ね、やっぱ来てもらった来れる時に、ね、はい、あの、じっくり、あの、時間を作って、で、まあ、その中で、まあ、自分も、あ、そういう形で教えてたなっていうのは確認しつつ、あ、まあ、それをこう平日熱心に取り入れてる選手には、あの、まあ、付け加えて、はい、あの、選手誰々さんがこうしてたことを、まあ、やってる中で、いや、まあ、そこをもうちょっとこういう形じゃなかったとか、はいはい、まあ、確認も踏まえて、チェックっていうかね。なるほどですね。あとはもう選手それぞれね、誰々さんの、まあ、打撃指導っていうかね、はい、スイング指導の方がこう入ってきますっていうかね、はい、分かりやすいですっていうのを、まあ、いろいろ言うていただければっていうか、言うてきたら、ね、もうその、指導者さんに任せるじゃないですけど、はい、まあ、どういうポイントを今、重点的にっていうチェックはね、まあ、指導者同士でチェックしながらやってるって、なるほど、そういうミーティングみたいな、そう、指導者同士のミーティングみたいな、そう、共有する場とかってあったりするんですか。そうですね、まあ、基本は、LINE であったり、はい、LINE で、まあ、まあ、文面でチェック、まあ、基本はもうグラウンド内練習後に、はい、まあ、そういう今日誰々にこういうことを教えたんでとか、こういうことを注意したんでとか、あ、なるほど、まあ、そういう中で共有し合ってっていう形ですかね。なるほどですね。今ちなみにそのスタッフというかコーチは何ぐらいいらっしゃるんですか。一応在籍は10名ぐらい。あ、10名ぐらい、はい、なるほど。で、まあ、来れる時に、そうですね、まあ、多分皆さん、まあ、土日、まあ、大体4名、はい、まあ、3名から4名ぐらい、まあ、多い時5名6名来てくれるんですけど、はいはいはい、まあ、時期的にまだ、はい、まあ、息子さんが高校でやってるっていう指導者さんもいてますし、はい、まあ、ね、各家族がありますんで、はいはい、こちらに東映さんは、まあ、平日は基本行ってらっしゃるんですか。はい、僕はもう、基本、平日も土日も、はい、まあ、年中無休というか、なるほど、はい、来るようにはしてます。はい、ご結婚も、ご家族も、はい、結婚してます。そう、奥様あれですか、もうそこはもう理解、ね、理解ある、本当に
もうその理解がなければできてないんで。そうですね。嫁さんには頭上がらないというか、はいはいはい、多分どこまで行ってもね、理解してもらう人はほぼいてないと思うんですけどね。なるほど、はい、なんかね、お好きで本当に自分がね好きでやらせてもらってるというか、はい、まあまあ、まあやるからにはね、はい、楽しく、さっきも言ったように楽しくっていうのをまあ基本にしてやってるんで、はい、でもなんかいいですよね、そのまた後ほどお話も聞かせていただくんですけど、はい、ラジオもやってらっしゃるじゃないですか、スタエフという。だから本当に自分の知らない世界というか、ラジオっていうかね、スタンド FM、うん、もう自分の中ではすごい世界というか、ボーイズのね指導に携わらせていただいてからのそのつながりっていうのは、まあ、野球人としてもね、はい、すごい、うん、自分のつながってなかった世界にもつながることができたし、まあ本当にそこに関してはね。